なずきです。今日は早速アークスカフェ PSO2 アークスカフェに潜入してみたいと思います。行きましょう。はい、お店は地下なんで早速行きたいんですけど、すごーい、いっぱい PSO2 の絵が飾ってあります。すごーい、うわ、もうあちこちに、わー、これはもう入る前からワクワクしちゃいます。カーゴが再現されてます。すごい、すごいですよ。これはもう本当にここに来ないと見られない、今しか見れない、すごい。しかもここにこんなにデザートが並んでます。おいしそう。これ全部食べ放題らしいです。じゃーん、見てください。これが今限定の PSO2オークスカフェとスーツパラダイスさんのコラボで今限定で食べられるデザートです。じゃーん、あ、デザートだけじゃなくてフードメニューもあって、ドリンクも4種類5種類充実してて全部かわいい。かわいい、かわいいのがありますね。アークススターがやっぱりパンケーキだったりとか、特に一番かわいいなと思うのがリリッパ、リリッパでくらいオムレツこれは本当にかわいい。耳まで食べられるんですよ。私食べたんですけど、すごいなんかソースが濃厚で美味しいんですよ。見た目だけじゃなくて味も美味しい。ラッピーちゃんの唐揚げのカレーなんですけど、実はこれのデカ盛りメニューがあるんですよ。もう休みのさっき食べたんですけど、それもぜひ食べてください。お疲れ様でした。ありがとうございます。やっぱよく食べますね全然勝てんかった。よかった、よかったですいやでも次また遊びきます。マジですか。ちょっと期待期待です。ちょっとでも本当に全部メニュー美味しくて、はい、可愛くて感動してぜひ、ねね、ゲームファンの皆さんにも食べてもらいたい。はい、私も始めたんですよ。あ、PSO2S ですね。はい、そうなんですよ。で、はい、PSO2 のですね、これはあのスマートフォン版なんですけども、はい、PC 版かビータ版の方をご覧いただくと、このキャラクターを引き継いで、これは結構そのシンプルなロールプレイングになっているんですけど、本編の方は本格的なアクション RPG になっているので、そちらで、より、深いゲームを遊んで、さらにいろんなコスチュームとか、スマートフォン版の場合はコスチューム、基本的にはコスチュームが着替えるんですけど、PC 版、ビータ版の場合は、細かくですね、髪型を変えたりとか、アクセサリーをたくさんつけれたりとか、より細かいカスタマイズができるので、最初スマート本番ちょっとプレイいただいて、あ、もうちょっと本格的に遊びたいなとか、キャラクターもうちょっと可愛くてかっこよくしたいなと思ったら、ぜひ PC 版、ビータ版もですね、そこもやっていただきたいと思います。なるほど、すごい奥が深いですね楽しい。なんか作っただけじゃなくて、おしゃれな感じとか、女子もかなり、そうですね、女の子でもおしゃれを楽しむのが結構ハマってる方多いんで、こういうのとかも、そうですね、あ、ツインテールもありますよ、いろんな髪型、ヘッドドレスとかもあります。お化粧とかもかなりしてる。すごい面白い、楽しい。じゃあ、あれでやってみます。パソコンで、はい、食べ足りないよね